サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。キックオフのホイッスルが鳴りました。前半45分始まりました。決勝戦最強を決める最後の試合が今始まりました。一旦戻します。速攻速攻速攻、ここからどう持っていくのでしょうか。ゴールゴール、ドンピシャです。よく入りました。目の覚めるようなシュート。浦和レッズ先制のゴール。リプレイで出ています。福田一瞬の隙見逃してません。細かく繋いで後ろに戻します。ここからどう持っていくのでしょうか。一旦下げます。大きくクリア、ヘッドで流す。そしてこれはカウンターになりました。ドリブル、当たりが弱い。大きく入れて執念を見せます。パスをつないでいきます。これはチャンスです。ニアサイド、オフサイド。速いパス回し、細かくつなぎます。短いボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、そしてパスをつないでいきます。速いパス回し、ここからどう持っていくのでしょうか。強引に行った、中に入れた、ヘッドでクリア。クリア、どうにも攻めきれません。ドリブル、守りが甘い。ゴールラインを割りました。コーナーキックです。どこを狙ってくるのでしょうか。ゴールラインを割りました。ゴールキックです。強引に切れ込む、細かくつなぎます。フォローが欲しい。シュート、ゴールラインを割りました。さあゴールキックです。ヘッドで流す。ここで前半終了の合図。浦和レッズ1点リードしたまま前半終了です。キックオフのホイッスルが鳴りました。後半45分始まりました。浦和レッズ前半はいい感じでした。後半もこの調子で。これは危ない、危険すぎる。完全に後ろからです。これは危ない。おっとレッドカードだ。これは厳しい。浦和レッズ1人少ない状態での戦いになります。ここでレッドはきつい。鹿島アントラーズ得点の糸口にしたい。頭で合わせた、クリア、攻めきれませんでした。ゴールラインを割りました。
ゴールキックです。浦和レッズ選手交代があるようです。土橋アップしています。誰と変わるんでしょうか。後ろに戻して短いボール、ゆっくりとパスを回します。フォローが欲しい。長いボール、シュートだ。ゴールラインを割りました。ゴールキック、短いボール、細かくつないで、フォローが欲しい。タッチを割りました。さあスローインです。クリア、フィニッシュの形まで持っていけない。そしてパスをつないでいきます。スルー。20分経過、鹿島アントラーズ集中力が切れかかっているようです。クリア、守備には定評があります。速いパス回し、細かくつなぎます。短いボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないで狙った。後半30分、スルー。積極的なディフェンス、中にいます。そして競り勝った、クリア、ナイスディフェンス。浦和レッズ得点の糸口にしたい。慎重にボールを置きました。キーパー大きくクリア、ここは回り込んでいます。高さがあります。おっとシュート、後半残りわずか。さあ時間もなくなってきました。鹿島アントラーズ最後まで投げてはいけません。後ろへ、ここからどう持っていくのでしょうか。もう時間がないぞ。ロスタイムに入りました。さあスローインです。ここで笛です。実況を忘れ、思わず応援したくなった試合でした。満足できる内容だったのではないでしょうか。そろそろお別れの時間がやってまいりました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私、真鍋優でお送りいたしました。